メイです。ユナです。マリアです。ベラです。ピンク、ラテ、ティ、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、本日の企画は、食わず嫌い王は誰だです。イエーイ。私たち今目の前に好きな食べ物があるんですけども、この中に一人だけ、まあ、苦手な食べ物が置いてある人がいるんです。今から一人ずつね、一口ずつ食べてたりするので、誰が嫌いなものを食べてるのか、誰が好きなものを食べてるのかってやってって、で誰が嫌いなものを食べているのかなってちょっとお話ししたりね、して探り合うちょっと難しいゲームになってます。はい、嫌いなものを食べてる人、皆さんも誰か当ててみてください。はい、それではどうぞ。はい、メイが食べるのは紅はるかのスイートポテトタルトです。美味しそう。はい、いただきます。クッキーが美味しい。それは、はい、どういうところが好きなんですか？味味え、いつ好きなの？ちっちゃい頃から普通に。え、でもさ、これってさ、今さ、秋じゃん。はい。限定のやつとかじゃない？あ、それはそう。だけど、原材料っていうのは、昔から好き。うんうん、あ、原材料ね。こういう。ベタルトは、ファミマのなんだけど、去年もあったかも。だから、好き。好き。なるほど。紅鮭のおにぎりです。ありがとう。いただきます。どういうところが好きなんですか？まあまあまあ、みんな好きじゃないですか、鮭ご飯って。おにぎりはよく食べる？あんまり。でもママが作ったご飯は食べる。お家でおにぎりとかは出る？出ない。おにぎりは海苔が嫌いなのかな、ちょっと怪しいな。好きだけど。結構好きで。今日は歯が嫌だな。いや、全然やってないけど。本当？さっき水飲んだよね。飲んだよね。さっき水飲んでたよね。からし明太子のおにぎりです。でも無理。でか。たどり着いた？あ、ギリギリ届かなかった。頑張ったのに。頑張ったのに。おにぎり。うん。おいしい。おにぎりね、こうやって。よく食べるそうです。明太子はお家で食べたりはする？何？朝とか？夜？でも喋れないから。ごめん。めっちゃ食べまく。好きになった。やっぱり。辛いってイメージはあるんですよね。辛しってついてるから、だから辛いのかなって思ってて、ちっちゃい時は食べてこなかったんですけど、やっぱ一時期大人に憧れる時期があって、なんか辛いものとかも食べれるようになりたいなと思って食べてみたんですよ。そしたらすごい美味しくて、それから好きです。マジっぽい。マジっぽいね。マジだから。マジだから。マジだから。なるほど。ラストです、ね。ラストです。はちみつ干し梅です。ちょっとさ、梅さ、前まではなんかあんまり食べてこなかったっていう感じなんですよ、梅は。だけど最近ハマって、なんか。気になりました。だからおにぎりとかも本当にたまになんか梅干しが入ってるおにぎりあるじゃん、あれを食べたりしてますね。
あ、こんなんやっときますか。おしゃれおしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。はい、じゃあいただきます。めっちゃ見せてくれる。美味しい。うん、うまっ。うまっ。うん、うまっ。これ最近ハマってます。はい、え、きっかけは？きっかけ？体育祭があって、うん、でなんかお弁当になんかママが入れるみたいな、うん、ふりかけとかあるじゃん。うん、でなんか家にちょうどパパとかは梅干し食べるから、うん、その梅干しがあったんですよ、冷蔵庫に。でなんか食べてみるみたいな、やって入れて食べたらなんかあれいけるじゃんみたいな感じで、そっからハマりました。なるほど。うん、わかんな、ね、誰？難しい。これ鮭は食べてないよね。食べます？あ、大丈夫です。ほぐしてきます。でも大丈夫、食べれるか、本当に食べれるか。海苔とご飯しか食べてないよ。そうだよね、大丈夫だよ。メインって鮭ですよねって思いました。もう一口いっときます。いやいや、大丈夫大丈夫、決まりました。体育祭っていつあった？先週？最近、めっちゃ最近、めっちゃ延期延期延期で、あ、天気悪かったもんね。そう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 、先週できました。あ、優勝しました。知らない報告を。決まりました。はい、はい、せーの。誰が誰？これはマリアちゃん。お、ゆずに2票、マリアに1票、レイラに1票。お、ゆずちゃん。ゆずだね。ゆずが一番疑われてる。あからさまに嫌そうな顔してる。普通に嫌そう。違う違う違う。なんか水飲みに行っちゃう。なんか鮭食べたがるし、怪しいところだらけで。そうそうそう。かなって感じ。普通好きだったらさ、だって3人は好きなものを頼んでるわけじゃん。そうだそうだ。もう一口食べたがるんですよ。普通は食べたがると思うんですよ。そうなの。本当はレイラちゃんとマヤちゃんで選んでたんです、悩んでたんですけど、レイラちゃんなんか本当っぽく見えて、でマリアちゃんあんま喋んなかったから、なんかちょっとそうなのかなって思ってしまいました。ここで選んでたんですよ、ここで。鮭食べなかったのわざとかなって思って、それも思った。ちょっとわざとって感じもした。思ってレイラちゃんは体育祭ってすごい結構大きなイベントじゃないですか、しかも3年生の最後の、その時に食べたことない梅干し入れるかなって。いや、それは思う。待って思って、でもお母さんとの会話がちょっと怪しかったかも。お母さんと会話の話え、した？なんて言った、ゆず。ああ、入れてみるみたいな。そうそうそう、なんかあんまりちょっと怪しかったかなと思って今日嫌いなものを食べていたのはレイラです。イエーイ。レイラの演技うまかった。本当ですか？本当に好きに見えた。あ、よかった。もう絶対無理。レイラちゃんと梅干しで語ったもんね。上手だったね。え、運動会の話は嘘？うんうん。でもあの体育祭があったのは本当。うんうん。レイラの名演技で見抜かれなかったね。ありがとうございます。まあ私の優勝っていうことでよろしいですかね。はい、はい、もう、はい、まあまあ喧嘩やすごかったですね。食わず嫌いをでーすでーすでーすもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。